皆さんこんにちは、こんばんは。ゴッティバドミントンチャンネルです。はい、本日は宮崎智香えぐいってやっていきたいと思います。今スイスオープンやってるんですけど、宮崎智香選手のその躍進ぶりがえぐいんで、それについて語っていきたいと思います。まずシンド PV と大堀彩に勝ったのがめちゃくちゃすごいなって思いました。高2でこのレベルに勝つっていうのはすげえなって思いましたね。シンドなんてオリンピックメダリストですからね。大堀彩選手も日本の今現状2番手なんかな、奥原の奥原大堀でこう競ってるんで、まあランキング的には大堀選手の方が上なんかな。なんでその2番手に勝つのはすげえなって思いましたね。強さの秘訣は〇〇って書いたんですけど、本当にすごいなって俺が思ったのが、まずすげえなって思ったのが、スマッシュを点で打てるってことですかね。スマッシュその速いとかそのキレがあるとかじゃなくて、俺はなんかこう点で打てる点が強いなと思いましたね。だからあのチェンロンみたいなスマッシュ、チェンロンわかるかな、あのチェンロンのあのラウンダからのクロススマッシュと、あのフォアウからのストレートスマッシュ、あのマジでライン上に点で打てるスマッシュを、その女性版チェンロンではないですけど、そのスマッシュ、そういうスマッシュが打てるっていうのがまず強いなって思ったのと、あとスタミナというかラリー力あるなって思いました。結構そのストロークうまいだったり配球うまいっていうのは結構前の段階でゴッて言ってたんですけど、スタミナめちゃくちゃついてるなっていう、粘り強くなってるなっていう風に思いました。はい、そこですかね。その強いところは点で打てる点と、まあ配球とストロークがやばいっていうのと、それプラス粘り強さ、そのラリー力がついたなって思いますね。だからこう大躍進を遂げてるんじゃないかなっていうのもあります。あともう一つ大躍進を遂げた要素で言うと、その向かっていけるっていう点ですよね。向かっていける、やっぱ向かっていけるっていうだけで気持ちだいぶ楽っすよね。だってもう必死こいて球食らいついて、相手のえぐいショットもなんかこう頑張って転んでとりあえずコートに入れときゃいいですし、なんかやりやすいですもんね、向かっていけるっていうので。まあそういうのもあって、こう今大躍進したり強い選手に勝ってるんじゃないかなと思います。はい、皆さんもあると思うんですけど、そのやっぱりこう下から来られるのとこう自分から向かっていくのだったらこうやりやすさ違うじゃないですか。なんでそういった要素もあってこう大躍進があるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあこう例えで言うと、インカレの優勝者って大体1、2、3年生が多いんですよ。4年生ってなかなか優勝しないんですよね、そのシングルかな。なんでかっていうと、その4年生になるともう下からグイグイ来られるし、こう強いやつって、強い4年生ってこう周りからまあ優勝して当たり前だよねみたいな、そういう風潮があって、そういうプレッシャーとかがあって、こう思い通りにプレーいかなくてこう優勝できなかったり、すごい強い選手が。なんですけど、その 1、2、3 年生はこう向かっていけるだけでもう本来の自分の実力通り発揮できるっていう、そのやりやすさもあって大学生は結構 1、2、3 年生優勝が多く見られるっすね。はい、でもその中でもやっぱ4年で勝つのはもう本当に強い人だなって思いましたね。だって西本選手だって大学4年生の時全日本総合優勝したのに、そのインカレは取れませんでしたからね。田中雄志選手も総合を取った年にインカレ取れなかったんで、やっぱそういうのはあるんじゃないかなとゴッティは思ってます。そうですね、宮崎選手の強さの秘訣をこう散々語ってきたんで、
何でしょう、シンデュ PV と大堀選手のその試合にを振り返っていきたいと思います。あのね、シンデュの時はシンデュやっぱ女子選手にしてはめっちゃスマッシュ早いわ。なんかこう重たそうな、なんか爆発音したスマッシュ打ちますよね。なんか重たそうな、そう、まあ結構女子にしてはすげえ速いなみたいな、こうキレがあるスマッシュじゃなくて、なんかやっぱ初速から高速まで最後になんか油乗ってるスマッシュ打つんで、これやべえなって思ったんですけど、1ゲーム目取られた時に。いやでもそこの修正力だったり配球マジやばかったですね。クリアとか、ハイクリアだったり、ハイクリアに慣れたところでドリブン使ったりみたいな、そういう起点聞かせるのもめちゃくちゃすごかったですし、ネット前の出し方とかヘアピンとかロブとか本当にすごかったですね。あとやっぱでかかったんで、ちゃんと奥行き使ってたのはあるっすね。カットクリア、カットこうスマッシュだとやっぱ手長いんでこう取られちゃって逆にカウンター食らったりするの、ちゃんと頭入れてしっかりカット入れて、こう甘い球しっかりあの点で打つスマッシュで決めてたのが印象的ですね。あとマジで ラリー力すごい。もうシンデュきつそうだったもん、本当にこんな下からグイグイ来られて勝たなきゃいけないっていうプレッシャーで絶対足重たくなるし、あの呼吸も速くなっちゃうしっていう感じで、シンデュマジかわいそうだったですけど、あんなにラリーされたらきついですね。はい、あとね、みんなあんまり気づいてないかもしれないですけど、あの宮崎選手のあのショートサービスの対応うますぎ。あのなんかそのクリアがうまいだとか、そのカットリバースカットがすごいとか、そういうのに聞き取られてるんですけど、やっぱサーブレシーブめちゃくちゃいい。やっぱ崩せてるもん、崩せてるし、そんな甘いようなサーブレシーブ打てないんで、打ってないんで、そっからちゃんといいラリーに持ってってるんで、そのみんなあんま気づいてないかもしれないですけど、宮崎選手のサーブレシーブめちゃくちゃうまいと思う。そのはい、これは男子目線で見てもめちゃくちゃすごいと思いますね。やっぱりなんでしょう、やっぱバドミントンなんでこうラリーに重きを置きがちなんですけど、サーブ周りってシングルスでもすごい重要なんで、女子選手でこのサーブレシーブのクオリティ出せるのはマジで強いと思います。まあでもシンデュに勝つってことはもうその今後の大会でこうシンデュと同等ってみなされることもあるんで、こうなんでしょう、中国とかやった時にはバリバリに研究されたりしちゃうかもしれないですね。今後そういう風に見られると思うんで、はい、なんで今回だけかもしれないですね、意外と。まあでも高校2年生なんでずっとこう向かっていけたらなと思いますけど、こううまいこと対策されないようにこうもっともっと頑張ってほしいですね。はいはい、で次大堀選手に勝ったんですけど、正味大堀選手なんですか、そのめっちゃ体を重たそうだったんで、体調不良か怪我かなとか思ったんですけど、どうなんですかね。やっぱその下とやったから、しかも日本人の高校2年生っていうのをやったから、やっぱプレッシャーやばくて足重たかったんですかね。なんか全然本調子じゃなかったんで、まあその大堀選手に勝ったのはすごいですけど、その本来の大堀選手の実力が出せたなら、全然あのプレーだったら負けたなとは思ったんですけど、まあそんな結果論なんで、まあ今大会にちゃんとその動ける体作りをしてきたっていう宮崎選手の方がその勝ってたってことで、まあ勝ちなんですけど、まあちょっとシンデュは結構いい動きしてたんで、あれに勝ったのはすげえなってなるんですけど、まあ今回の大堀選手はあんまり仕上がってなかったんで、まあこれは全然なんだろう、普通に見ててもなんか宮崎選手の方がストロークでも勝ってたし、その粘り強さでも勝ってたんで、まあこれは結構勝負論っていうか、
宮崎選手が勝ってもおかしくないなと思ったんで、この大堀選手戦はそんな勝たなくてもいいかなと思います。まあでも次ですね、いいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回はそれだけです。今回も見に来てくれて本当にありがとうございました。それでは See you next time.